豊か国福場は、大分県大分茂多機能出身の元大相撲力士。本名は、高橋福場。1893年8月9日に、大分県大分茂多機能で生まれる。少年の頃から、堂々たる体格で、20歳の徴兵検査ではすでに181センチメートル80キログラムだった。小倉北方や千砲兵第12連隊に、 所属していたところ、その体格に注目した隣の連隊長から、力士転校を進められたため、除隊、上京して井筒部屋へ入門した。1915年1月場所において、初土俵を踏んだ。四個名は当時引退したばかりで、明治時代の相撲黄金期を築き上げた、北立やまたに上門の陸と二色王、与三郎の二色を取って陸金とした。 女二段、三段目で全勝するなど、順調に出世していき、1919年1月場所で、新十両、1921年5月場所で、新入幕を果たした。これを機に仕込名を、小野川としたが、小野川の名は後援者から勧められたとしてもさすがに、下の名前を、木三郎とするわけにはいかず、木三郎には遠く及ばないとして二つ減らして、小野川木一郎とした。 入幕後は、小野川の名に恥じないように、猛稽古を行い、当初は相手を強烈についてから叩き込む、取り口だったが、自力をつけるとその体格を生かして、左四つからの鋭い電車道路より、小手投げ、泉川などの多彩な技を持つ堂々たる取り口になったが、腰の脆さが弱点で、そこを突かれるとあっさり破れた。 1926年の東西合併に先立ち1925年から1926年にかけて実力審査のため東西連盟大相撲が開催されたが大阪相撲側に年寄り小野川が存在したことから1926年10月の第2回東西連盟大相撲には小国にちなんだ豊か国旗一郎の四個名で出場した本場所では東西合併後も 小野川で取っていたが1928年3月場所から豊か国福場と改めた。1927年1月場所で関脇に昇進し、同年3月場所、同年5月場所において連続して9勝2敗の好成績を上げたことが評価され、場所後に大関昇進を果たした。大関昇進後は、当時最強を誇っていた横綱、常の花勘士に、 通算五勝四敗と勝ち越したほか、九百二十九年三月場所、九百三十年一月場所と九勝二敗で幕内最高優勝を果たした。これによって横綱昇進は秒読み段階とも言われたが、同年十月場所で腰部負傷によって途中休場したのを最後に現役を引退した。引退後は、年寄り九十を襲名して九十部屋を経営したが、 体調不良を理由に9 3 7年5月場所を最後に日本相撲協会を廃業。弟子の旧家金丹平たちは朝日山部屋へ転属となった。1942年5月5日に死去48歳坊津。ありがとうございます。